2023年8月お盆休み、前々から行きたいと思っていたハードオフ、ブックオフをはしごしてレコードをディグってきました。自分は岡山県に住んでいまして、岡山市のハードオフにはよく行っていたんですけど、ブックオフも最近アナログレコードに力を入れていると聞いて、時間が取れる時にゆっくり回ってみたいなと思っていて、休みに入ったので岡山市と倉敷市のハードオフ、ブックオフ計4店舗行ってきました。さて、自分の求めるものはあったのか、買ってきたものを見ていきましょう。まず最初に行ったのがハードオフ岡山野田店です。で、今回自分が一番あったらいいなと思っていたお目当ては80年代の邦楽のニューウェーブで、 YMO 周辺とかムーンライダーズがかかっているものが安くあればいいなと思っていて、なかなか目星ものはなかったんですけど、7インチシングルで沢田研二、雷神と6番目の憂鬱を発見。6番目の憂鬱は白井亮明さんが編曲なのでムーンライダーズ関係と言えますね。どちらも1982年ジュリーがニューウェーブをやっている時期の曲で、子供の頃大好きでした。一番好きなのは晴れのちブルーボーイなんですけどね。この辺りの曲ってオリジナルアルバムには入ってなかったりもするので買いました。もう一枚シングル、岩崎宏美、霧の巡り合い、1976年の曲です。自分はかなり岩崎宏美さん好きで、70年代のアルバムはほぼアナログ版で揃えたんですけど、この曲はアルバム未収録というのもあって、しかもこの曲めちゃめちゃかっこいいんですよね。この当時の岩崎宏美さんの曲の多くが堤恭平さん作曲編曲のディスコ歌謡なんですけど、その中でも特にファンキーでかっこいい曲だと思います。岩崎宏美さんのヒット曲の中ではマイナーの方かとは思いますが、ノリの良さではかなり上位に来る曲じゃないですかね。で、アルバムなんですけど、なかなか目ぼしいものがないなという中で見つけたのがこれ、スティーライスバーンのロケットコテージです。スティーライスバーンはイギリスのフォークロックバンドですね。60年代末ぐらいからブリティッシュトラッドをバンド編成でやるフェアポートコンベンションとかペンタングルとか出てきたんですけど、その2つと並ぶブリティッシュフォーク、エレクトリックトラッドの代表的バンドと言われてますね。そのスティーライスバーンのこれは1976年の9枚目くらいのアルバムです。オリジナルメンバーもかなり抜けて、時代的にも微妙な時期の作品かもしれませんが、個人的にすごく掘っていきたいジャンルだし、なかなか見かけないバンドだと思ったので買いました。続いてはハードオフ倉敷中商店に行ってきました。ここは初めて行った店舗だったんで、最初いまいちどこに何があるか分からず、レコードがあったと思って最初見たところが1000円以上の値段がついたものが多い棚で、高いなと思いながら見ていた中にあったのがこれ、ブリジット・フォンテーヌのブリジット・フォンテーヌは…という放題がついたやつですね。ブリジット・フォンテーヌは1960年代から結構前衛的な感じの音楽をやっているフランスの女性アーティストですね。ラジオのようにというアルバムが有名で、自分もそれは聴いていて好きでした。これはその一つ前の1968年のアルバムですね。ジャケットの傷み具合から古いものかとも思いましたが、レコード番号を調べてみたら1991年の再発で、結構新しいものでした。聴いてみるとそれほど実験性は強くなく、ちょっと不思議な感じのシャンソンといったところでとても良かったです。これは愛聴版になるかもしれない、買えて嬉しかったですね。続いてだんだん安い方の棚に行って300円のところにあったのがこれ、サザンオールスターズの鎌倉、1985年のアルバムです。これ当時中学生ぐらいで知り合いに借りて聴いていいなと思ったんですけど、それ以来聞き返してなくって、で最近80年代の邦楽のこういう音を聞き直したいなと思っていたんですよね。それでこれ帯付きで状態も良さそうだし300円だしということで買いました。続いてもう1枚300円でザ・テンプターズのザ・テンプターズファーストアルバム、いわゆる GS ですね。1968年の作品です。 GS だと以前タイガースの LP を同じような値段で買って、それが良かったというか面白かった、興味深かったんですよね。これは聞いてみたら結構カバーが多くってガレージっぽいかっこいい曲もあり、歌謡曲臭い曲もあり、想像してたよりずっと良かったです。 GS ももっと掘りたいジャンルですね。
次に行ったのがブックオフの岡山西長瀬店です。ここは以前行った時はアナログ版は扱ってなかったと思います。アナログ版のコーナー最近できたばかりなのかなという感じで数はそんなに多くない印象でしたが、そんな中表向きで飾ってある感じでこれがあったんですね。プラスチックスのトップシークレットマンのシングル、最初の方で言ったように邦楽のニューウェーブが一番欲しいと思っていたので、これはドンピシャだと思って買ったのですが、かえって落ち着いて考えてみたら、このシングルで720円、税込みで792円はちょっと高かったかなと思いました。でもまあ欲しいものだったのでそこは良しとします。でもう一枚、前の店で鎌倉を買った流れでサザンオールスターズの人気者でいこう、鎌倉の一つ前のアルバムですね。当時シングルのミスブランニューデーがすごくいいなと思っていたんで、これも300円だし言っとけって感じで買いました。続いてはブックオフの東岡山店。ここも以前に何度か行ったことのある店舗ですが、だいぶ前に来た時はレコードコーナーも狭く全然いいものがない印象だったので期待していなかったのですが、ここに来て、ありました。ここで買ったのはこれです。早瀬由加子、そう打つ。早瀬由加子さんは元は女優さんで、80年代後半に歌手デビュー。ヨーロッパ的なニューウェブ系のサウンドにアンニュイなウィスパー系のボーカル。自分は当時ラジオでシングルカットされた曲を聴いてすごく斬新だなと思って、レコードが欲しいなと思ったのですが、限られたお小遣いの中で買うことはできなくって、でもずっと気になってたんですよね。でちょっと前にサードアルバムのポリエステルの CD を手に入れることができて、聴いたらこれがめちゃめちゃ良かったんですよ。なので自分的には今一番来ている、今一番欲しいと思っていたものなので、思わずあったって声が出ちゃいましたね。しかし問題はこの値段で、2300円税込みだと2530円。これが綺麗な状態のいいものだったら文句なく買いなんですけど、これは帯もないしジャケットの状態もあんまし良くない。しかもこれを見つけるまでにすでに3枚くらい買おうと手に持っていたので、全部買うとなると結構な値段、これはかなり迷いましたね。しかし最終的には、これを1枚買うことにしました。まあ、今一番欲しい、聞きたいというのがまさにこれだったので、自分の気持ちに正直になると、まあ、これだけで満足という感じだったんですよね。もしこの店に最初に行っていたら、これが手に入ったんで今回はこれで終了とかなっていた可能性すらあります。まあそれぐらい欲しかったやつです。はい、というわけでハードオフとブックオフを4店舗約半日かけて回ってみました。ハードオフは結構前からアナログ版を扱っていて、今回最初に行った店舗は自分もかなり通ってたんですけど、品揃え的にはそんなにいいものがある印象はなくって、ブックオフも含め行く前はそんなに期待していなかったんです。多分今回で言えばサザンみたいなメインで集めているものからは外れるけど、安いから買っておこうみたいなところに落ち着くかと思ったのですが、スティーライスパンとかブリジット・フォンテーヌとか早瀬由加子とか、個人的にはこれはっていうのがあったのですごく良かったです。特に早瀬由加子ですかね。自分はアナログ版は基本的に80年代のものばかり買っています。これは中学生くらいの時、買いたいけど買えなかったものを改めて手に入れたいという気持ちが強いんですよね。実際スティーライスパンとかは CD があったらそっちを買っていたかもしれません。ブリティッシュフォークとかその他60年代のものもアナログで揃え始めたら予算的にもスペース的にも厳しい状況になりそうなので、今のところ CD メインで良いかなと思っています。でもブリジット・フォンテーヌはジャケットがいいんでアナログで欲しいやつですね。ともかくこの辺りが手に入るとは思ってなかったんでとても嬉しいですね。しかし全体的に思ったのは、値段がつくものにはちゃんと値段をつけているなということ。以前ならハードオフとかは300円とか500円でお宝を発掘するところだと思っていたのですが、そういうのもだんだん難しくなってきているのかなと思いました。まあ適正な価格ならそれがいいんですけどね。はい、今回は夏休み特別企画、ハードオフ・ブックオフでレコードをディグってきたという動画でした。ご視聴ありがとうございました。